おはようございます。ハレリア、モモクさん、こんばんは。おはようございます。ルースさん、ハレリア、ル、マリちゃん、タイさん、おはようございます。トモさん、ユウさん、アンジビさん、ユウさん、クロモモさん、はい、おはようございます。今日は、涼しいです。今日も涼しいです。そして今日は、天気ですね。今日は天気です。太平洋さん、おはようございます。今日はいい天気です。やはり光はいいですね。やっぱり明るいと、楽しいというか、美しいというか、やっぱり光はいいですね。光があるかないかで、だいぶ放送がちょっと違うかもしれません。今日は暑くなるそうです。そうですか、暑くなる、そうですね。でも今はね、朝なので涼しいです。セミが、涼しい時はセミが鳴ってませんが、今日はちょっと気温が高いのでセミがちょっと鳴いてますね。セミが鳴いてるかどうか、まあ、それで気温が少し分かります。皆さんお元気でしょうか。今日は金曜日ですね。9月6日になりますか。9月6日の金曜日です。今日のタイトルは、イエス様は小さな祈りを聞かれる、イエス様は小さな祈りを聞かれるというタイトルです。少し前にですね、イエス様は数億人の人と話せるという、数億人の人と話せるというタイトルがありました。それとちょっと関係があります。皆さん、納豆さん、おはようございます。人間はおよそ1対1しか話ができません。どうしてもですね、1対2とか1対3でもなかなか難しいです。だいたい1対1、話をする、会話をするという時はだいたい1対1になります。しかし不思議です。神様はですね、何億人の人と同時に話ができる、それはまさに人間と神様の違い、人間と神様の違いですね。ユウさん、私はまだイエス様と話してません。簡単です、ね、イエス様といえばもうイエス様と話をしていることになります。ユウさん、言ってください。イエス様と言ってください。もうそれは呼びかけです。もう話が始まってます。ヒットさん、ハレルヤ、ハッピーさん、おはようございます。それでですね、イエス様の教えの中にこういう教えがあります。もし祈るなら人の前で、この見せる、人に見せるような祈りではなく、誰もいない奥の部屋で一人で祈りなさいと言われました。つまりイエス様がおっしゃりたいのは、イエス様と一対一、神様と一対一で祈りなさいということですね。それが祈りの基本です。信仰は祈りと言ってもいいでしょう。祈りは、神様との会話と言ってもいいでしょう。私たちは以前は神に祈ったことがないかもしれません。しかし今はイエス様に祈るのです。ユウさん、そうです。ユウさんは、イエス様に、声をかけました。それで会話が始まったのです。そしてユウさん、何でも自分の気持ちをイエス様に伝えてください。イエス様と会話をしてください。それが祈りです。そしてそれが信仰です。私たちはいつも絶えず祈りなさいと言われています。絶えず祈るというのは、絶えずイエス様と会話をするということですね。
絶えずイエス様と会話する。まず皆さん、感謝をすることを覚えてください。私たちはいつも感謝をするべきです。今日は、この放送を見ることができたことを感謝します。今日は天気であることを感謝します。今日は、こういうことを学べて感謝します。感謝することはたくさんあります。恵みを数えよという言葉があります。恵みを数えよ、それは、いろんな恵みを感謝しなさいということです。多くの人はですね、感謝しないで不満ばっかり言ってます。いろんなことを不満を言ってます。それはよくあります。神様に対しては感謝をするべきです。その恵みが見えてない、恵みが見えてないので不満を言うのです。多くの人は、神様がどれほどよくしてくれてるかを知らないのです。それで愚痴ってしまうのです。それは神様にとかえって距離が離れてしまうのです。感謝をするときに、感謝をするときに神様に近づくことができます。タイさん、あなたは祈るときに自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ぼっちさん、台湾のデモって香港じゃないですか？香港のデモじゃなくて、香港のデモってキリスト教の教会の集会から始まったらしい。ああそうですか、やっぱりそうですか。ゆうさん、そうです。ゆうさんはイエス様と会話を始めたのです。ただ続けてください。いつもいつも、語ってください。いつもイエス様に向かって感謝をしてください。そうすればもう会話をしているのです。カーブさん、中間試験があるんですが、イエス様を信じれば良い点が取れますか？多分イエス様を信じると良い点になると思います。なぜかというと、イエス様が、インスピレーションを与えてくれるんですね。イエス様が、いろいろ知恵を与えてくれますから、良い点になると思いますよ。テサロニケ第1の 5-17、 絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。うこさん、おはようございます。めめたんさん、おはようございます。それからですね、皆さん、イエス様はこう言いました。も、私を信じる最も小さなものにしたことは私にしたことです。私を信じる最も小さなものにしたことは私にしたことです。イエス様は小さな、イエス・キリストを信じる小さなものを愛しています。そして、小さなもの、イエス・キリストを信じる小さなものに心がけているんです。ですから私たちは、イエス・キリストを信じる小さなものを侮ってはいけません。私たちは、イエス・キリストを信じる小さなものにしたことはイエス様にしたことになるんです。ゆうさん、もうそれは過ぎたことです。もうこれからは純潔を保ってください。純潔を保ってください。イエス様を信じて、清く正しく生きてください。カブさん、イエス様を信じて勉強します。イエス様を信じて勉強します。素晴らしい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ第1 5-18。 そうです、私たちはすべてのことについて感謝をするべきです。私たちのこの生きている現実は神様によって与えられ、守られ、助けられているのが現実なんです。私たちは、神様によって
生かされています。誰かから電話が、はい、イエス様を信じ純潔を保ちます、アメン、素晴らしい。イエス様を信じて、純潔を保ちます、セミが鳴いてます。太陽が出てます。イエス様は、優しくて良い方です。皆さんの祈りを決してないがしろにしません。へりくだって、へりくだって感謝を持って捧げる祈り、へりくだって感謝を持って捧げる祈りを決してイエス様は蔑みません。イエス様は、小さな祈りでも、小さな祈りでも聞いてくださいます。優しい方です、素晴らしい方です。皆さんの祈りを、無にしません。イエス様おっしゃいました、小さなことに忠実ならば大きなことを任せよ、小さなことに忠実ならば大きなことを任せよ。小さな祈りも、小さな祈りに忠実ならば大きなことを任せてくださいます。いや、祈りというのは大きなことなんです、小さな祈りでも大きなことなんです。なぜかというと、大きな方に祈るからです。私たちの小さな祈り、その小さな祈りを神様が聞いてくれます。祈ること自体がすごいことなんです。なぜならば神様が聞いてくれるからですね。ですから皆さん、ごめんなさい、今顔、小さな祈りを軽んじてはいけません、小さな祈りで私たちは素晴らしいことができるんです。皆さんが日本が救われるように祈るならば、それは本当に救われるようになっていくのです。モークさん、求めれば与えられることを信じ、いつも祈っています。実際何度も小さい祈りを叶えていただきました。イエス様は優しいです。本当に感謝です。アメン。アメン。ある人がいました。そんな、いろんなことを祈ってイエス様は忙しくて、大変でしょうという人がいます。そんなことはないんです。イエス様は、神様ですから忙しいとか、祈りを聞く時間がないとか、そんなことはないんです。むしろかえってイエス様はですね、もっと祈んなさい、もっと信じて祈んなさい、もっともっと何でも聞きなさいと、イエス様は皆さんとのコミュニケーションを求めているんです。イエス様は待っているんです。皆さんの祈りを待っているんです。皆さんの願いを待っているんです。そういうお方です。ですから皆さん、遠慮なく、遠慮なく何でも何でも、イエス様に、願っていいのです。そして私たちは、イエス様をもっと知りたいと思う時です。イエス様はご自身を知ってほしい。もちろんイエス様は皆さんのことを知ってます。皆さんの全てを知っていますが、イエス様は、皆さんがイエス様のことを知ってほしいと願っております。多くの人はイエス様のことを知りません、信じていません、また祈りません。それはイエス様にとっては寂しいこと、悲しいことなんです。イエス様は誰でも
誰でもイエス様の名前を呼んでほしい、誰でも、祈ってほしいのです。小さいことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。カレンさん、祈りの作法、決まり事がありますか？そうですね、イエス様に向かって祈るということ、イエス様の名前で祈るということ、人を許して祈るということ、もうすでに叶えられると信じて、または叶えられたと信じて祈ること、そして感謝を持って祈ること、心を開いて真心から祈ること、そんなとこでしょうか。教会の歌を聞きながら眠りたいのですが、おすすめの歌などありますか？ありますよ、あります。YouTube でたくさんありますので、もしゆうさん知りたければですね、スカイプか LINE で聞いてください。日本語がいいか英語がいいか、どういう曲がいいか言ってくだされば探します。太郎さん、ハレルヤ。国会って何ですか？国会っていうのは何でしょうかね、告白ですね、罪の告白、悔い改めの告白です。マサさん、おはようございます。セミがうるさい、ごめんなさい。ゆかりさん、おはようございます。イエス様おっしゃいました、子供のようにならなければ神の国に入れない、子供のようにならなければ神の国に入れないと言いました。どういうことでしょうか。子供のように純粋に、子供のようにへりくだって、子供のように喜んでイエス様を信じ従わなければいけないということです。私たちはイエス様を信じるときに疑っていたり喜ばなかったり、そして素直ではなければ救われないということですね。イエス様を信じるとき、子供のように素直に喜んでへりくだって、イエス様を信じる、イエス様に従う、そうすれば天国に入れるということですね。太郎さん、今朝も5時から聖書を読みふけてました。またイエス様に近づいた気がします。素晴らしいです、素晴らしい太郎さん、聖書に読みふける、素晴らしいです。誰でもできます、誰でもできます。読めば読むほど分かってきます。最初はちょっととっつきにくいかもしれません。しかし馴染んでくると、聖書に馴染んでくると、読みたくなります。ここはですね、町田の安らぎ公園という、安らぎ公園、まさに平安公園ですね、安らぎ公園、安らぎを感じます。タイさん、まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。神の国を受け入れるということはイエス様を受け入れるということですね。子供のようにイエス様を受け入れる、子供のように素直に、喜んで、子供のようにへりくだってイエス様を信じなければ天国に入れないということですね。 LINE はですね、吉尾麻生ですね、吉尾麻生は、YOSHIOASO 吉尾麻生、ね、皆さん、スカイプの方はパスターQちゃん、パスターQちゃんですね。ぜひ何かですね、個人的に質問がある方、相談がある方は LINE、スカイプで、相談を受けています。どんどん皆さん牧師に相談してください。一人で悩んだり一人で苦しんだりしてはいけません。イエス様は皆さんに、牧師を与えました。皆さんは、牧師を通して信仰を強めることができます。もちろんイエス様と直接祈るべきです。イエス様に直接聞いてもいいのです。しかし、最初はよくわからないでしょう。
最初は、そうです、タイさん、ヨシオアソくっつけますね、ヨシオアソをくっつけてやってみてください。ユウさん、ヨシオアソですね、 S の、最初の S の後ろに H を入れてください。それから最後の U はいりません、ね、最後の U はいりません。はい、そうですね、まゆちゃん、昨日宗教の勧誘の女性が話しかけてきたけど断りました。アメン、アメン。ゆうさん、それで合ってます、ね、それで合ってますよ。ゆかりさん、それで、ごめんなさい、ゆかりさん、2個目の S の H はいりません。後ろの方の H はいりません。パスタというのは牧師という意味ですね。ですから、パスタキューちゃんですね。パスタキューちゃん。どうやってスマホとニコニコとツイキャス同時に配信してるんですか、5個のスマホ5個のスマホで5個の放送しています。太郎さん、セミの鳴き声がイエス様の御言葉のように心に響きます。そうですか。セミの音もですね、セミの音も神様が作りましたから、何か神、セミの音にですね意味があるかもしれません。鳥も虫もですね、その創造主を賛美しています。セミの鳴き声も、神様を賛美し、鳥のさえずりも神様を賛美しています。虫の音も神を賛美しています。ゆかりさん、それで合ってます、それで合ってます。ジョニーさん、慣れますよ、この放送に来てる方は、ね、もうすでにそうだと思ってください、ね、すでにこの放送で皆さんは学んでると思ってください。ミンミンゼミがアーメンと鳴いてるようです。そうです、セミが、アーメンと鳴いています。太宰治はクリスチャンですか。わかりません、わかりませんが、自殺してしまいましたね。彼は枕元に聖書が置いてあったそうですけど、イエス様を信じて、自殺を、ね、しないでほしかったですが、どうでしょうか。女神さん、イエス様を信じます、アメン。女神さん、イエス様を信じます、素晴らしい。それでは明かしタイム行きましょう。明かしタイム、イエス様を信じて、こんな小さなもの、こんな弱いもの、こんなダメなものをイエス様が受け入れて祈りを聞いてくれた証、こんな罪深いもの、こんな無に過ぎないものをイエス様が受け入れ祈れるようになった証、イエス様が受け入れてくれて、イエス様とコミュニケーションが取れるようになった証、スタート、スタート。セミも神様に感謝しています。香港のデモは賛美歌を歌いながら参加した人もいるみたい。ぼっちさん、昨日その放送したんですよ。Sing Hallelujah to the Lord。シング・ハレリア・トゥ・ザ・ロードっていう賛美歌がこのデモのテーマソングなんですね。テーマソング、この賛美歌を歌いながらデモをしてるんです。シーソーで遊びませんか。
一人じゃ遊べないです。太郎さん、イエス様を信じるとこんなに小さな昆虫にさえ愛とアルミを感じるこの頃です。素晴らしい太郎さん、それは救われた証拠です。救われるとそういう風になります。私たちが救われると花がきれいに感じ、自然が素晴らしく感じ、動物が可愛く感じます。それは神様が作ったものだからです。それは救われたからだと思います。救われるとそういう風になります。タクツンさん、絶望は悟りではないです。希望が悟りです。イエスキリストにある希望が悟りであって、イエスキリストがいないから絶望が悟りなんですね。イエスキリストがいないから絶望が悟りです。列車の事故なども霊的な意味があるんでしょうか？あります。どんな意味かちょっと分かりませんが、全てに意味があります。全てに意味があります。ユウさん、私も救われたいです牧師。ではですね、悪いことをやめてこれからイエス様を信じてイエス様の弟子として歩んでください。イエス様の弟子として歩んでください。そうすれば救われます。滑り台はですね、滑らないですね。アイスティーさん、こんな罪深い私でも神は救ってくれますか？もちろんです。イエス様は全ての人を救いたいのです。イエス様は全ての人を救いたいのです。全ての人を愛している。ケーキは川崎大師に行く大使船があるから、私もそれを考えました。川崎大使はが原因の可能性がありますね。やはり偶像崇拝のあるところに、呪いがあります。偶像崇拝のあるところに呪いがありますから、事故とそういう偶像崇拝と関係があると思います。悪いこと、どんなことでしょうか？自分勝手に生きる、イエス様に従わないで、自分中心に生きる、それが悪いことなんですね。それが悪いことです。太郎さん、今までキュウちゃんの伝道を雑談としか思えなかったのですが、イエス様を信じたら泉に湧く聖水のように愛に満ちた言葉だと知りました。アーメン。よかったですね。素晴らしい。太郎さん変わりましたね。太郎さん、救われましたね。アイスティーさん、今年は靖国神社に参拝に行くのをやめました。素晴らしいです。神様に神様はいるのですか？神様にはいません。桃花さん、こんな私のようなダメで無になるはずだったものをイエス様を信じただけでイエス様を救ってくださいました。そして祈っただけで叶えてくださり、奇跡を起こしてくださいました。イエス様に子供のような純粋な心で信仰していきたいです。生きていたいです。アメン。アメン。シリマルさん、競馬は見心ではありません。ギャンブルは見心ではありません。絶好調の時にやめましょう。ユウさん、悪いこと、例えばですね、不貧困は悪いことです、ね、偶像崇拝は悪いことです。人と喧嘩をすること、憎むことは悪いことです。欲で生きることは悪いことです。嘘をついたり盗んだりすることは悪いことです。イエス様を信じないことが悪いことです。ぜひユウさん、悪いことと正しいことをこれから学びましょう。そして悪いことを一切やめて、
悪いことを一切やめて、イエス様の教えに従って歩みましょう。そうすれば救われます。そうすれば救われます。苦しみの中でも笑って過ごすポイントは何でしょうか。それが信仰ですね。それが信仰です。信仰というのは苦しい時でも笑って過ごせます。悲しい時でも希望を持てます。辛い時でもイエス様がいるんです。それが信仰です。我々の宇宙以外に神様はおられますか。神様はお一人ですね。神様はお一人です。太郎さん、神様の存在を知った今、すべての行いが天に通じていることが分かりました。素晴らしい。その通りです。良いことも悪いことも、全部天に通じているんです。素晴らしい悟りです。素晴らしい悟りです。ゆうさん、それは一応嘘ですよね。まあ、いちいち言うことはないですけど、ね、正直になりましょう。すべてのことを、ね、正直になる必要があります。絶対嘘をついちゃいけないということではありません。嘘をつかなきゃいけないこともあるでしょう。でも私たちは、真実を愛しましょう、ね、真実を愛しましょう。イスラエルって他の国と違うんですか。違うと思います。イスラエルは、世界で選ばれた神の民族ですね。神の民です。それはイスラエルが特別ということではないんですが、神様はイスラエルを用いて、神の、御業を見せようとしています。イスラエルを用いています。ゆかりさん、夫婦ともにイエス様を信じています。もっと神様の栄光を表すことのできる風になっていきたいです。素晴らしい。なりますよ。なります。タイさん、お前はもう終わった終わったと周りから言われた罪の時代、しかしまだイエス様がおられました。永遠の命が。アメン。八神さん、川崎大師は京急、成田山は京成、高尾山の、薬王って言うんですか、薬王は京王線のためにできた、歴史を知らないのかな。ですから呪いがあるということですね。呪いがあるということです。偶像崇拝のための電車、偶像崇拝のための電車、そこには、呪いがあると思います。地球人以外に宇宙人はいますか。私はいないと思いますね。いないと思います。なぜならば、もしいたらですね、じゃあ罪はどうなるのか、ね、十字架はどうなるのか、宇宙の終わりの時はどうなるのか、分かんなくなります。ゆうさん、聖病を持っていないと嘘をついたので今日本当のことを言ってきます。それは正直です。正直です。イエス様は正直なものを喜ばれますね。イエス様は正直なものを喜ばれます。ネッシーはいますか。ネッシーいないんじゃないかなと思いますが、分かりません。太郎さん、神を信じ、神の愛を感じると、どんな人でも愛せるようになりました。素晴らしい。皆さん、素晴らしい証があります。太郎さんは、ついこの間まで、不信仰なことを言ってましたけど、今日は素晴らしいことを言っています。どんな人でも愛せるようになった。
どんな人でも愛せるようになった太郎さんは生まれ変わったんですね。聖霊を受けて太郎さんは生まれ変わって別人になりました。別人になった。素晴らしいです。ぼちさん、恐竜以前にも生命の大量死があった研究は知ってる。一応知ってますが、まだ私はあまり勉強していません。生命の大量死というのは、ノアの洪水でなったんじゃないかなと思っています。恐竜は聖書にも記述されています。恐竜は人間と共存していたという証拠があります。シリマルさん、宇宙に乗せられたことがあるんですか。じゃあ、ユオさん、その詳しくそのことを教えてください。 UFO に乗った時のいきさつをちょっと教えてください。それではファイナルメッセージ。今日の教えのポイントはですね、イエス様は小さなものを愛しているということです。私たちは往々にして子供をちょっと軽んじることがあります。イエス様はそんなことありません。イエス様は小さな子供も愛しておられます。むしろ小さいものほど愛しているとも言ってもいいかもしれません。大人は何か社会的な地位があるとか、社会的に有名であるとか、そういう人物を評価します。イエス様は反対ですね。イエス様は小さなもの、無名なもの、ね、人に知られてない人に注目します。天国でですね、報いがありますが、有名な牧師が報いを受けるのではなく、人知れず祈っている女性とか、人知れず熱心に神様に祈っている人が評価されるらしいです。ですから人間の評価と神様の評価は違うんです。ですから私たちは人に認められようとするのではなく、神様に認められようとすることが大事です。人の評価はそんなに大事ではありません。神様に評価されること、神様に評価されること、それが大事です。皆さんの小さな祈りは聞かれています。皆さんの小さな祈りは聞かれています。皆さんの小さな行い、皆さんの小さな善の行い、天のお父様は見てくれています。今日の放送を聞いて、そうなんだ、こんな小さな私でも、こんな無に過ぎない私でも、イエス様は愛してくれて、祈りを聞いてくれるんだ、こんな私のことを大事なものとして、尊いものとして取り扱ってくれるイエス様なんだ、だったらこの世は自分のことを認めてくれない、人は自分のことを認めてくれないけど、自分のことを認めてくれるイエス様を信じよう、イエス様についていこう、イエス様の教えを学ぼう、これからはイエス様のものになるんだ。自分勝手に生きてきたけれど、もう自分勝手には生きていかないで、イエス様についていこうと、従っていこうと思う方、アメン。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 タクツアンさん、そうです。聖霊派ですね。聖霊派の特徴は聖霊主義ですね。福音主義と聖霊主義です。社会派はですね、福音主義ではありません。福音派は福音主義だけど、聖霊主義ではありません。聖霊派は福音主義であり、聖霊主義ですね。シャンさん、おはようございます。天のお父様、感謝します。私たちは弱いもの、無に過ぎないものです。もう本当に塵のような存在です。しかし、そのような小さな存在を、目を止めてくれて、私たちのためにも死んでくださったイエス様、私たちを神の子にしてくださったイエス様、本当に私たちは小さいけれども、私たちはイエス様を信じて
イエス様に従っていきます。無に過ぎないものですけど、あなたが価値をくださいます。無に過ぎないものですけど、あなたが評価してくれました。ありがとうございます。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて、神様に喜ばれる人生、神様に愛される人生を始めることができますように。どうぞ、イエス様に小さな祈りをし始めますように。感謝をし、心から願い事をして、イエス様と素晴らしいコミュニケーションを取ることができますように、どうぞ祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん喜んでください。イエス様がおられます。イエス様が皆さんを愛しています。イエス様は皆さんの祈りを聞いています。喜びましょう。イエス様は素晴らしい方、とてもとても優しい方、決して裏切らない方、見捨てない方、見放さない方です。イエスキリストに会って歩みましょう。喜びましょう。感謝をしましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。素晴らしい一日を。シャローム。シャローム。シャローム。ありがとうございました。シャローム。シャローム。